始まりました、 ZIP プラス3よっ、やった林田式発声法、林田のやつが聞けた。プラス3だ、私だけとは思わなかったですけど、ちゃんと皆さんの確認したら確かに私だけでした。そうさ、なんかこうなんか嬉しい、はい、伸びやかな感じね、はい、いいじゃん、今日も全開ですね、始まったなっていう感じ、なるほどね、始まりましたね、始まりました。今日どうする、ね、トークテーマ、そうよ、この3人で、なんかこの3人であんまりプラス3をやることってあんまりないんですよね、結構珍しい。でも僕あんまりそんな感じしなくて、うん、なんでかなと思ったら、なんだろう、オンエア終わって反省会の間に僕らまあパーって着替えたりするじゃないですか、うん、はい、結構そこの控え室で一緒になることが多い3人、ね、結構だからそこで喋るからなんか分かった、だいたいこの3人ですもんね、そのこの3人でやるの10ヶ月あ、じゃあ1年近く、久しぶりだね、あ、そうですか、え、その時何話してます？なんか林田さんが野生的だみたいな話を、どういうこと？どういうこと？まあ取り調べコンビですから、あ、まあ、我々はそうですね、なんか多分こう暴こうとしたんだろうね、取り調べたんだろうね、はい、林田マーシュに次ぐ被害者ごめんね、結果野生的っていう、あんまり嬉しくない。そうだから昨日、ちょまさに昨日なんですけど、はい、そのアナウンサー控え室で一つ話題になったヒロの、うん、変な家のルーティーン、確かにあったっていうのが発覚したんで、しました、ね、ちょっと改めて教えていただいていいですか、はいはいはい、いやもうもちろんなんですけど、あのもちろんなんですけど、もちろんなんですけど、もういや僕は別に変と思ってないから、昨日皆さんの聞いて、うん、えみたいな、うん、まあこれ以上見てる方も多分8割ぐらい共感してくれると、もうそんなにいる、お風呂の、もうお風呂入るじゃないですか、うん、お風呂の電気つけないですよ、ね、ない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 、つけるよなんなのそのルーティン、お風呂の電気ってあれ いらなくない、なに真っ暗で入ってる、僕はもう中、もうほんと中学生ぐらいの時からもうお風呂の電気はつけたことない、え、なあ、え、そんな昔からですか、僕も中学生の時から、中学生あ、だからもう、なんか帰って、なんかじゃあ部活終わって汗だくだくで、ね、もうシャワー浴びたお風呂入りたい、もうそのまんま、もう暗いままパッて入って、真っ暗でもいいんですか、真っ暗、洗えないじゃん、何も見えなくて、あ、まあ、ただ、まあ、そのお風呂の前に、まあ、洗面所あるじゃん、うんうん、洗面所の電気はあるじゃん、先輩なんですよ、ちょっとごめんなさい、ヒートアップ、控え室みたいになっちゃったね、そうだ、YouTube だった、ヒートアップしましたね、風呂だけに、風呂だけに、風呂だけに熱くなっちゃった、熱くなった、本当に、あ、ちょっと沸かしてくれよ、あ、いいね、いいね、いいよ、あ、いいね、いいね、なんか気持ちいいんだよな、喋っててな、そう、まず洗面所の電気はもちろんつけて、あ、そこはつける、フロア全くつ、だから本当にもう間接照明みたいな、そのドア閉めた越しに洗面所の明かり でもそれはいいかもしれないですね、そう、いやなんかね、なんか落ち着くんですよね、暗いちょっとムーディーな感じ、じゃあそう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 、リビングも結構こうムーディーな感じですか、あ、リビングはもう全然電気つけます、あ、つけますか、そうなん、白ですか、オレンジですか、あるよね、はい、あの蛍光灯の、はい、色、そうね、その中白色みたいなやつとか ね、うん、それで言ったらうちはオレンジだわ、あ、じゃあやっぱりちょっと落ち着いた色がお好きなのかもしれないですね、そうなのかな、うん、でもまあでも僕もなんか多分その始めたきっかけはもう疲れすぎて、部活とかでもう電気なんていらん、もう真っ先に浴びたいと思って、もう暗くてもいいと思ってバーって、こっちよりも先にもう多分そうだったと思うんですよ、でもうお風呂も沸いてたから、で湯船使った時に、あ、やべ電気つけてないとでも多分その時の多分暗さみたいなのが、あ、案外落ち着くかも、露天風呂とかも別に暗いじゃないですか、 あれね、それに近いかもしんない、あれ近いかもしれない、夜の露天風呂でって思いました今、あ、うん、なるほど、それだわ、なんか僕の方がマイノリティみたいになってる皆さんどうですか、ちょっとこれ、ね、いやこれね、でもね、いると思うんですよね、あえて消して入る人、え、じゃあ夜寝るときは寝室は真っ暗派か、はい、なんか豆電球みたいなつけるかどっち、いやでもそれはもうでも真っ暗ですね、真っ暗、一切の明かりもちょっとやだ、だからまあちょっとお風呂の時とは違うんです、まあ洗面所の電気がちょっとあるから、だからお風呂真っ暗は嫌なんですよ、
知らんかお風呂真っ暗、ね、聞いといて聞いといてごめん。いやいや振ったら平松さん、そう、 なんで今俺ヒロのナイトルーティーン聞いてるんだろう。確かに我に返った瞬間があって俺もなんでこの ZIP の YouTube で喋ってるんだろう。きっと需要ありますって。いやないだろう。なんか私生活のこうルーティーンみたいなのないですか。そうそう、僕はこういうのがあるんですけど、お二人はどうですか。なんか多そうね。なんかあなたは確かに言われますね、うん、ルーティーン、まあ、帰った瞬間からあります。こだわり帰った瞬間、はい、ドア開けたその瞬間から、私あの辰年で、おう、最近あの年始ですね、うん、辰の赤べこあるじゃないですか。 あれの年女今、あ、年女です。そうそうそう、はい、それで赤べこあるじゃないですか、うんうん、赤べこのタツバージョンのちっちゃな置物を見つけて、何これかわいいと思って買ったんですよ、うん、それを玄関の棚に飾っていて、その赤べこがコクンコクンっていうのがかわいくて、うん、私まず帰ってきたらただいまって言ってコクンコクンって言って、いや待って待って待って、何さ一人でやってるの。私家から出る時も今朝もしてきたんですけど、うん、行ってきます、入れてらっしゃい仕事大変、揺らすの、仕事大変なんやな。いや、でそうだわ。でもなんか林田さん一人一人一人でいるときもだよね。はい、いや一人でしかいない、一人ぐらい。失礼しました。なんかすごく癒されてもうルーティンになって、それをしないとなんかちょっと気が済まない。一回戻ったことあります。あ、忘れたと思って、あ、やり忘れたら、はい、なんか毎日やってる気持ち悪いんだやっぱり。鍵閉めてこなかったみたいな感覚になる。なるほどね。なるほど、って行ってきますって言って、はあ、じゃあもし仮にさも出ちゃったら出て、はい、気づいたらもう一回戻ってどっけ、どこまでだったら戻る。自動、あ、マンションの扉出たところだったら戻りますね、うん、なるほど、なるほど。マンション時代の玄関ね。さすがに最寄り駅着いてから帰んないです。でも玄関でも戻る。戻りますね。あ、だいぶじゃあもう染み込んでるね、うん、なんかやんないと今日もうまくいくよねみたいな。うんうんうん、うん、なるほどね。頷いてくれるんです。あ、そう、相棒なんだ。相棒だね。そうそうそう、いかにも林田っぽい。いいね、ルーティーン、ね、これはちょっともう今年入ってから始まったルーティーンなんですけど。え、じゃあさ来年からどうするのね。来年からどうしますか。今年じゃなくなって、ね、くなるしさ、ちょっと蛇の、あ、買おうかその年で。だ12年に1回で出てくるの、またあ、でも本当にそうですね。いいね。ちょっと寂しくなっちゃうなって思います。今日 ZIP のスポーツコーナーでやったの大谷選手のボブルヘッド。あれ行ってきます、いただきますって。いい、今日もヒット打てるかなって。そう、ヒット打つよね。そう、仕事でヒット打ってきます。いいですね。いいんじゃない、野球選手の場所。どうにかして入手します。オッケー、確かに見つけたんだ。揺れるものがいいな、はい、林田のなんか贈り物的な。あ、嬉しいです。そうだね、はい、え、ないですか。なんか自分だけの、でもパンチ強い。本当ですか。え、皆さんありますって。休みの日にひたすら包丁を研ぐ。お、あ、もうさすが。待って、平松さんとか靴とか磨いてそう。あ、靴も結構やっぱり。確かに磨くね。包丁だってもうほぼもう商売道具みたいな。そうですね。そうですね。平松さんと言ってね。居酒屋平松さん。包丁研ぐのってめっちゃ楽しくて無になれるんだ。自分で研いだことないかもしれないです。あれすごいよ本当に。あの、例えば1000円切る包丁とかでも研いだら全然切れ味変わる。あの機械とかあるじゃないですか。あ、シャープなってやつ、うん、砥石、砥石を使って、もう自分でこう本格的な。あれいいのよ。どこに売ってるんですか。あのネットショッピングとかでも売ってるし、その砥石もいろんな種類があるんですか。そう、あのね、あの番号があって1000番とか6000番とかあって、こだわる人はちっちゃい番号から順番に研いでいく。え、何番ですか。僕は1000番と6000番っていうのを持ってて、うん、1000やって裏返して6000やって1000やって6000やるんだ。6000やる。皆さん何番。コメントゼロになるから。あ、違う、皆さんは何番かぜひコメント。あの、やっぱじゃあ出てきますね。意外と。でも確かに研ぐって言ったら、まあ、ちょっと似てるかもしれないですけど、僕もあの出てくる。やっぱやす絶対に爪切ります。休みの日の爪、まず起きて、起きて絶対爪切ります。なんでなんで。いや、なんかこれ僕多分ラクロス部だったんですけど、ラクロスってあのグローブはめるんですよ。で、僕ゴールキーパーだったので、ちょっとまあ、これあのラクロスやってる方は分かると思うんですけど、グローブがちょっと特殊で、うん、あのちょっと指が当たりやすいんですよ、先っぽがグローブと、うん、そのなんていうの、分厚い加工なんですよ。やっぱ当たったら怪我するので、爪と接触し、グローブの中が接触する。そうなんです、接触して、だから爪伸びてるともう僕はすっごい気持ち悪かったんですよ。あ、もうなんか集中力が
なんかそぐわれる。なるほど、ね、だから今ももう綺麗に絶対になんかそれの癖で試合前とか絶対切ってる。もう延長で休みの日とかそれこそなんか結構気合い入れなきゃいけないし、うん、まあ全部の仕事がそうですけど、はいはいはい、もうちなみに昨日はあでもね昨日ちょうど切っていた。気合い入ってますね。でもそれこそ研ぐじゃないですか。もう爪研ぎもちゃんとして、うん、丸くねこうそうやるっていうのは休みの日絶対これルーティンかもしれない。今パッて出てきた。面白い。なんか自分の研いでる刀はないの。なんか爪でもいいで包丁でこうピンってやって。これルーティンかわかんないんですけど、パンケーキを作るときに、あの私のパンケーキは私のパンケーキ緑色なんですよ。ええって思うじゃないですか。私あのまあ幼少期までパンケーキって緑色だと思ってたんですね。でなんでかっていうと、うん、母がこっそり青汁混ぜてたんですよ。はあ、そうだからちょっと栄養があるように、こう青汁を粉を、ま、混ぜてたので、うちで出るパンケーキは全部緑色で、ちっちゃい頃は私パンケーキって緑色のものだと思って、それがもう普通だと、スタンダードで、今もう作る時にこう混ぜてる途中で青汁を入れて、青汁は毎日飲んでるんですけど、パンケーキにも入れます。何それ。あとそれ、それ研いでるのトークとどう関係ない。研いでるから全然何も関係ないの。なんかその研いでる系で来んのかと、いつ、まあ、研いてはいるけど、あうまい、研いてはいるけどね。さすが昨日爪切ったわけ。あそうそう、よかったわ。その分類でお願いします。あでもお母さんすごいね。でもそうやって栄養も取れるようにっていう、勝手に愛だね。これパンケーキルーティーンですね。あでも確かに子供とかそれで食べるかもね。栄養も取れて全く青汁の味しないのでおすすめです。は皆さんのパンケーキは何色ですか。今日いろんな今日いろんなコメントがある。研いでる晩であったり、はいはい、皆さんのパンケーキ、はい、ちょっと面白いけどな、はい、いいんじゃない。いろいろあるね。研いだり研いだりしてね、研いだり研いだり、はい、生活楽しくしていきましょう、はい、我々も、はい、ということで今日のプラスリーいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンとコメントと研いでる番号とホットケーキの色、この5点セット教えてください。ね、よろしくお願いします。蛍光灯の色。そうそう、蛍光灯色ね。はい、白かオレンジか、はいはい。いつもより増えるか減るかどっちか、はい、コメントよろしくお願いします。